キャンドルスティックパークはかつてアメリカ合衆国のカリフォルニア州サンフランシスコにあったスタジアム。1960年に MLB サンフランシスコジャイアンツの本拠地として会場。1964年には村上正則が日本人初の大リーガーとしてこの球場で高騰を繰り広げた。また、1966年8月29日に ビートルズが最後の公式なコンサートを行った会場としても知られている。1971年からは NFL サンフランシスコ 49ers が使用を開始し、野球とアメフトの兼用球場となった。オークランドレーダースも AFL 時代の1961年のみ使用していた。 1989年10月17日、ワールドシリーズ第3戦試合開始前の午後5時4分に、マグニチュード6.9のロマプリータ地震の直撃を受け、試合は中止。地震の激しい揺れが、初めてアメリカのテレビ放送で、生中継され、日本でも NHK の衛星放送で伝えられた。球場に大きな損傷はなかったが、 その週のフォーティナイナーズの試合は、スタンフォード大学で行われた。1995年5月2日に、野茂秀夫が大リーグでデビューしたのもこの球場で、その試合は、村上正則の解説によって、NHK の衛星放送で、日本でも放映された。ジャイアンツは1999年を最後に、新球場パシフィック、ベルパークに移転し、その後は、 フォーティナイナーズが使用していたが、老朽化のため2006年に近隣に新本拠地を建設する計画が発表された。1995年、アメリカの通信機器メーカーサンコムが、命名権を取得したため、サンコムパークに解消。その後2002年に命名権の契約が切れ、サンフランシスコスタジアムアットキャンドルスティックポイントとなった。 当初2003年1月開催予定の第37回スーパーボールの開催地に選ばれていたがクワルコムスタジアムに変更された2004年アメリカのオーディオケーブルメーカーモンスターケーブルプロダクツがスポンサーとなってモンスターパークとなったが2008年に解消され救命に戻った2012年4月19日フォーティナイナーズは 老朽化したスタジアムに代わる新スタジアムの着工式をサンタクララで行った。2013年シーズンを最後にこの球場での使用を終了しサンタクララのリーバイススタジアムに移転した。埋め立て地に存在したため、潮の緩慢によってグラウンドの硬さが時間によって変化するスタジアムであった。また、 強風と寒暖の差が激しいことでも知られていた。跡地には2017年にアウトレットショッピングセンターの開業が予定されている。ありがとうございます。